はい、皆様こんにちは。大きな声でこんにちはをしましょうねって言ったんですよ。はい、ではここからは南越谷阿波踊りの面々が、踊りを披露させていただきます。よろしいでしょうか。皆さん阿波踊りはご存知ですよね。今日はちょっとこのよさこいのお祭りがね、週ではあるんですが、こうやってお隣の南越谷阿波踊りから、200名強の踊り手さんが今日皆さんのために、踊りに参りました。この草加市も、越谷市も、今年市政60周年で、当たる年です。で今日この、昨日今日の、ね、お祭りも、60周年をお祝いしてのお祭りになっています。先週、昨日も越谷でも60周年のお祝いを私たち阿波踊りでも披露させていただきました。今日はここで、これから40分間南越谷の阿波踊りをご覧いただこうと思います。で今日はまたこのから、3時半からですね、向こうの通りで、流し物をやったり、いろんなことで阿波踊りを楽しんでいただくことを試行しておりますので、どうぞ楽しんでおいてください。これから演舞を差し上げますのは、まず10分間最初のラウンドで今出てきております笹町という踊りを踊ることで、笹町というのはね、流派があるんですが、その踊りをまず見ていただきます。でその後、今度は混成チームですね、阿波町をドンキチョということで合わせたいろんなそのバリエーションの踊りをお披露したいなと思います。よろしいでしょうか。では阿波踊りというのは非常に心に浮かれる踊りですので、皆さんも手拍子なり掛け声なり話し立ててください。そしたら、踊り手さんももっともっと踊りで踊れる、ね、踊れると思います。はい、まだ準備すいません、もうちょっとお待ちください。で皆様にちょっと最新情報、ホットな情報をお知らせしたいと思います。今阿波踊りの本場どこかわかりますか。阿波踊りの本場どこかわかりますか。徳島県ですよね。ちょうど今徳島で秋の阿波踊りというのが開催されています。そこで、ちょうど今11時から今の時間コンテストが開催されているんですけども、結果が出ました。南越谷阿波踊りから清井連が1位を取りました。2位草加市の稲瀬連が2位を取りました。1位2位南越谷で仕事したので、皆様に最新情報として発表の情報としてご報告させてあげます。はい、では今日はその南越谷阿波踊り代表して、来ました阿波踊りをご覧いただきます。まず笹町チーム、はい、どうぞよろしくお願いします。まだ弾いてるもうちょっとお待ちくださいね。はい、OK だそうです。では笹町チームの方よろしくお願いします。では皆さんもしばしご覧ください。よろしくお願いします。